どや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 、今日はここはどこですか？はい、今日はですね、京都の丸太町ということでして、はい、これ京都府庁のちょうど北側ですかね。これ府庁さんですもんね。はい、今日はどういったお店に？はい、実はですね、今回からですね、しばらく丸々だけど実はシリーズと題しまして、昼間はですね、なんか別の、まあ、ご商売されてるようなところがですね、はい、夜になると飲食店に様変わりするという、そんなお店がちょっといくつかご紹介したところがありまして。なるほど、はい、今回からちょっと何回かにわたってそれを紹介していきたいなと思います。わかりました。じゃあもう早速紹介したいと思います。行きましょうか。はい、こちらですか？はい、こちらです。いくら木材さん。木材屋さんですか？はい、木材さんなんですけども、はい、実はですね、もう一つの顔がこちら、立ち飲み屋さんという。おお、はい、立ち飲み屋さんになるわけですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあもう早速入らせてもらいましょうか。はい、僕じゃあ生ビール。生ビールやります。はい、反則反応しないの、はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。はい、生ビールどや。すいません、ちょっと騒がしくしました。はい、僕もポテサラもらっていいですか？はい、いや、ポテサラの美味しい飲み屋さんは必ず美味しいというジンクスがね、ありますから。チップスターが乗ってますよ。これはチップスターは割って、このままいやもうお好きにしてくれる。そのままつけて食べはってもいいし、最初にぐちゃぐちゃっと割らはって僕なんか割ってみようかな、なんとなくね。割って混ぜますか？割ってこういう感じがなんかいい気がする。うん、どうですか？うん、ポテサラ美味しい。うん、ポテサラどや。ポテサラが美味しいということはやっぱり他の料理も期待大ということですね。そのセオリーがね、はい、ここも多分。じゃあなんか他に頼みますか？そうですね、結構ね、なんかメニューを見ますとこういろいろ面白い名前のものが、そもそもね、メニューができますものですからね。できるもの、できますものがあって、よう見るとそうなんですよ。缶の中のウインナーとかね、ポールウインナーとかね、何なんでしょうね一体。あとはなんか面白い名前ばっかりですよね。唐揚げ飯ってなんてね、ありますね。唐揚げ飯、唐揚げ飯やったらやっぱ京都の、やっぱ京都の唐揚げ飯なんですよ。唐揚げ飯食べてみたいな。唐揚げ飯と、あとね、こっちのこの巻き巻ききゅうりっていうのもよくなんかわからないんですけど興味がありますね。これもじゃあ食べてみますか。大木さんがやってるとは思えん。ほんまですよね。ほんまに、ほんまに大木さんは仮の姿ですかね。いや、そういうわけでもない。どういう経緯でやられるんですか？材木屋さんの、まあ、家に生まれたんですけど、はいはい、あの材木屋さんは継ぐ気は全くなくて、で、まあ、大学卒業してから、アパレル関係の会社に勤めてたんですけど、はいはいはい、ずっと飲食には興味があったんです。なるほどなるほど。で、いつか、まあ、飲食関係の仕事をやりたいなと思ってたんですけど、はい、まあ、どういう形態がいいかなっていうのをずっと考えてて、まあ、会社が大阪やったんで、はい、結構立ち飲み屋さんが多くて、なるほど、まあ、イメージ的には立ち飲み屋さんってなんか缶詰と乾き物みたいなイメージだったんですけど、はい、結構その時ぐらいからもなんていうかな、普通のお店に負けないように、うん、いいものを出してて、うん、なおかつ立ち飲みなので、うん、
ちょっと低価格、はいはいはい、まあ、そういうお店がすごく衝撃的 で、はい、でまだ当時あの京都って立ち飲み屋さんですけど、なんか当時ってのはちなみにいつぐらいのお話ですか？もう10年前ぐらい。あ、そうですか、はい、でまあ京都でそういうのをやりたいな、まあ、僕がここやり始めた時は、まあ、上京区にはなかったですね、ラジオミア。あ、そうですか。この周辺にはなかったです。あ、はあ、はあ、じゃあその家業の財閣さん継ぎながら、はい、ここで一緒にやろうということで。そうそうです。まあいや、ていうか場所を違うとこ探してたんですよ。はい、まああのもっと繁華街で考えてたんですけど、はいはいはい、あの全然いいところがなくって。なるほど。でその時にうちの父が亡くなって、であの、まあ、僕その時もう会社を辞めてたんで、うん、とりあえず材木屋を継いでくれっていうことで、はい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 、材木屋継いだのはいいんですけど、あの立ち飲み屋どうすんねんっていうそうですね、自分のね、そうです、夢がありますもんね。ここ事務所だったんですけど、そこを、はい、改装したら両方できるかな。それで今に。ああ、そういうことなんですね。でもめっちゃあの仕事の時間長くないですか？いや、まあそうなんですよね。いや、もともとは飲んだり食べたりするのが好きだって、はい、こういうお店をやったんですけど、はい、2、3ヶ月して飲みに行けへんなと。なるほど。いや、気づきましたね。なるほど。そういえば行ってない。行ってない。なるほどね。ああ、メニューも結構、ね、なんかこう、ユニークと言いますか、変わった名前のものが多いですよね。あのお店でこうノウハウが、はいはいはい、でちょっとあの知り合いの居酒屋さんで、うん、あの仕込みとか手伝わしてもらって、うん、そこのお店が結構あのマスターのネーミングが面白かった。へーへー。注文させてもらった唐揚げ飯っていうのはどうですか？唐揚げ飯はあの唐揚げなんですよ、ただただあのローソンに唐揚げくんってあるじゃん。あ、なるほどね。京都なんで唐揚げ飯。唐揚げ飯おもろいな。で、まあそれを引き継いでる感じ。なるほどね。まあ確かにね、これ何の機能みたいな感じでちょっと話も弾みますもんね。そうね。あ、すごい。そんな感じですか？はい。おー、すげえ。すごい。すごい。すごい。ちょっとなんかすごい、なんかトグロを巻いた。お漬物を切るのが下手な人みたいなのに繋がってきた。実はめっちゃうまいという。これすごいですね、さりげなく切って。うん、巻き巻ききゅうり、どうや。唐揚げ飯、これあの屋台のやつじゃないですか？唐揚げくんじゃなくて唐揚げ飯ですね。いただきます。唐揚げ飯、これはわざわざ仕入れてますよね、このために、はい、ね、このネタのためにわざわざ仕入れてある。すみません、チューハイのいただきたいんですけど。赤と白ってあるじゃないですか、はいはい、何のことですか？赤はあの京都のお好み焼き屋さんで誕生したあの赤玉を使う。悪いやつですね。そうです。爆弾っていう。爆弾ですね。はい。はい、でもあのうちはあの炭酸で割ってるんであんまり甘くないようにして。なるほどなるほど。白はあのカルピス。なるほど。じゃあその赤を。赤を。はい。赤です。ありがとうございます。あ、確かにこれあの甘みがね抑えられてて、うん、いや危険なお酒ですねこれね。そう、これはいけない。これはいけない。チューハイ赤、どや。
井倉さん、はい、なんか外にあの焼き台があるじゃないですか、はい、あそこでなんか焼いてもらうこともできる、あ、できます、はい、ちょっとじゃあ、ね、あの何かおすすめありますでしょうか、お揚げとか、お揚げカツオ塩とか、じゃあそれ両方お願いしていいですか、お揚げはこれですか、もしかしてこの東洋家、東洋家、あの、あそこですね、北の天満宮です、じゃあそれをお願いします、お願いします、カツオの油がね、垂れたの煙がまた、香りで、ね、これでご飯食べれますよね、いや、もう酒飲んでくださいそうだそうだちょっとこれに合わせて、ね、お酒を一つ、わかりました、お願いします、はい、これは萩のつゆの甘だれ石をうがつ、お、一生がつ、はい、あ、表面張力表面張力、そや、あ、おいしい、萩のつゆ、どや、炭で結構火力強いんで、うん、周りはすぐ焼けるんですけど中のジューシーさが損なわれないんですよ、なるほどね、はい、だからカリッとしてジュワッとくるのはこの炭やから、はい、外はカリカリ、中はジューシーだよ、ありがとうございます、豊受屋さん、そうです、いきます、 お揚げは豊受屋さん、豊受屋さんのお揚げ、どや、いや、これは美味しいわすいません、あの最後締めをちょっといただきたいなと思うんですが、はいはい、何がありましたっけ、焼き飯がおすすめ、焼き飯、はい、じゃあ焼き飯を、焼き飯をお願いします、これ焼き飯なんかちょっと特徴ありますか、え、特徴なんかありますか、特徴ですか、はい、チャーシューを自分のところで作ってるんですけど、その時に使う、醤油ダレで味付けしてて、自家製、自家製もちろん、いただきます、どう、あ、美味しい、よく言われます焼き飯、どや、ちなみに材木店とこの立ち飲み店ってどちらが今儲かってる感じですか、はい、それは言えませんそれは企業秘密、それは企業秘密、企業秘密、どや、今日どうも本当にありがとうございました、ありがとうございます、すごい楽しかったです、もう最高のお店ですよね、これね、これあの番組のステッカーがありまして、はいはい、あるのはダメなんで、あの大切にしまっておきます、じゃあお渡ししますね、はい、お願いします、お願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、酒場プラ木材、どや、いや今日はすごく楽しそうですね、いやもうあの一般の皆さんと一緒に楽しく飲ませていただきました、はい、よっしゃ、じゃあ、はい、この後はどちらへ、今日はですねまたあの丸々だけど実はのお店がですねこの先にもう一軒ありますんで、そうですか、はい、そちらちょっとリサーチに行っていきたいと思います、わかりました、はい、じゃあまた次回も美味しいお店教えてください、はい、じゃあ気をつけて行ってらっしゃいでーす、